田舎のいい子ね、モテる子や、画質が違うの、質が違うの。ポップティーン TV、 ゆりぱてとゆりぱてです。バク、もえもえ、ちゃっぱちゃっぱ、もえちゃっぱです。キュン、コロワコロワ、アンコロです。おーいえーお願いします。発表日はフレイヤクリニックさんスポンサーのもと、ボーイやファッションのことについてお届けします。はい、お届けします。本日もよろしくお願いします。まだ日焼けはさしてないですか？あ、全然大丈夫。まあ、これ連続で今撮ってる状態ですからね、帰ることはできない。綺麗な状態でハードルみたいなの上げてる。他抜けてなかった時があるんだよ。ありますね。うも、うも、夢芋の頃の、夢芋の頃まだ今から見せてくれる。そうですね、自分たちがやってたことだったりとかいろいろ。あ、いいね。じゃあまず一人ずつ紹介していこうと思うんですけど、でもここ、これ、そういうことですか？これそういうことなんだよ。大丈夫だった。え、私はね、痛い。アンコロちゃんから、まずアンコロちゃんの赤抜け前までお願いします。はい、いいね。え、かわいい。一緒ですね。これ本当に、ね、え、でもこれはやってますね。これはやってるじゃん。やってますね。これ日の方でしょ、だって。何年前の。あ、これはもうポップに入った時で中1ぐらい。あ、本当にこれ、まあ、1、2年前。1、2年前。え、普通にめっちゃかわいい。え、でも、よく見たら結構変わって、いや、変わってないよ。どこら辺を。え、でもまず眉毛を整えてなかったりとか。あ、そういう。生まれながらにみたいな、もう赤がない。服装もだって、え、これ本当にこれ服装がすごい、まず。そう、服装こんなちょっとそうですよ。あんちゃん、こういう時はもっと色っぽい持ってこないと。そうよね、こんな革のおしゃれな服着てる。他にある？あとなんか、まつげとかすごい今結構長いんですけど、ビューラーしてももうまつげが見えないぐらいなかったりとか見せたり。あ、まつげるとかね。メイクはだいぶ変わってるの今。あ、もうめっちゃ全然。そうなんだ。かける時間も。そうですね、これ裸眼なんですけど、変わらん、変わらん、変わらん、これはやってますね。この後の私たちにこの後やばい。あ、これでも下山はそんな変わらない。言うなって変わらんって、もうこれがそうなんだもん。そういう回なんでしょ。そういう回です。なんだ、赤抜けてるんだの回ですね。じゃあ次、もう一応こちら、私たちがこれ選んだわけじゃないんで、あ、こういう空気よって多分やってくれたもん。そうかそうか、もう一応こちらのね、いいじゃない。もうなんか言ってない。やだ、自分だけ笑わないと。本当にこれを事務所 OK だったんですか？え、事務所が選んだんです。事務所が選んだんですから、もう。え、俺が笑わないもん。本人が知らないんですもんね、多分。知らない。じゃあ行きましょう。はい、3ドン。はい、こちらでございます。え、まあまあ、確かにまあ違うけど、違う、なんか画質が違うの。画質が違うの。公園とかで。本当にこれスタジオじゃないんだって、これはね。いつのやつ？中1ですかね。また一緒ってことじゃん。一緒一緒これ。やめたり、同じクラスにいる。あ、分かる。かわいい、かわいい。中1の時にモテる子どこが変わったの、メイクって。赤抜けポイント、日焼けですね、もう見てる。なるほど、すごい日焼けしてて、歯並びですね。直した、直しました。
のいい声だよ。そのモテる声だよ。分厚いとかメガネが。あ、そうなんです。これガチメガネだよ。めっちゃ見られてて。ママだらけですよ。そういうのはね。ポイントなんだよ。だって金額ずっと来てるってことですから。我々にとってはプラスなんですよ。いい子なんだってなるんで、このポイントはどこですか。ポイントは一番変わったのはやっぱ髪色ですね。そうね。きっかけはその他のお仕事でその金髪役というか、役で金髪にしたんですけど、それが案外結構自分的に金髪っていうのがすごくあって、髪色を変えたのが一番。黒髪の時でもちょっと眉毛を脱色したりとかして、ちょっとだけ眉毛が明るくなるだけで少し明るくなる。よく見たらそうだ、明るいね。黒髪の時でもちょっと脱色してました。これ今すっぴんなんですけど、僕な顔なのでつけまをつけ出したんですよ。つけまをつけ出したら結構なんかファンの子とか編集部の方とかにもつけた方がいいねって言われることが多くなるので、メイクとかも研究してみて、つけまをつけるのが私は合ってるなって。いいですね。僕はこの頃の君が好きだもんね。なんか悲しい。なんか悲しい。我々田舎出身だから、これもそうなんだよ。めっちゃ可愛いよ。だいぶきついですけど。あ、そうなんですか。これはやってんのか。これを出しちゃうからちょっとおかしい。これ出しちゃうからおかしい。変わってないの何も。デパートで撮ってますから。そうです、イオンで。イオンで撮った。そこもいいなら。そこも。今イオンで撮らないでしょ。撮らないです。撮ったの。これどこで撮った。教えてくれ。お家です。屋上の屋上なのよ。真っ白の家。真っ白の家です。でもなんかこの頃から、脱毛、中3から私脱毛を始めて、周りの友達も結構始めたりとかしてて、今そうなの？結構早いと思います。いや、そうなんだ。その時はでもまだあの中学生とかの美容脱毛だったんだけど、みんなと脱毛とか、あんちゃんめっちゃ早く。そうなんだ。レベチジェルみたいなの着て、でも痛くないやつで。すごいね。時代ですよ。時代だ。俺の妹なんか親父のなんて言ってチクショーみたいな、あーのーみたいな、こんなんでチクショーみたいな。あの時代よりは全然進んでるの。脱毛とかも私たち結構身近な存在で。そうなんだ。私はでもあんまりしてないんですけど、周りの子たちは結構したりとかしますね。通いますよ。はい、ということで今回はですね、私たちの垢抜け方法だったりを紹介したんですけど、参考になりましたでしょうか。ということで今日の動画はこれで終わりです。ありがとうございました。またね。バイバイ。バイバイ。来週ダンスの発表会なんだろう。パパも仕事休みだからママと一緒に行くからね。本番ちょっと心配事があってさ。え、なんで？もうパパには分かんない悩みなの。俺、なんか言った？男には分からない悩みなの。心配だよね。ずっと思ってた。それ練習中もめっちゃ持っててさ。でも本番どうするかめっちゃ悩んでて。やっぱり気になる年頃よね。どうしよっかな。パパ、ちょっといい？どうした？女の子はね、ちょっとしたことでも悩んでるの。これん、医療脱毛。こんな感じ。みんなやってるんだって。みんな？やった方がいいんじゃないかなと思って。そうだもんな、あの子もそういう年頃だもんな。2人とも見に来たわよ。頑張ったわね。今日は自信持って踊るね。発表会一番撮るから見てて。お
頑張れよ。